優勝おめでとうございます。ありがとうございます。どうですか、初めての立川での完全優勝は。そうですね、師匠がグランプリ取ってなど縁のあるバンクだと聞いていたので、優勝したいと思っていて達成することができてよかったと思います。決勝戦は思ったような走りできました。そうですね、前回は今日より2車を5人の2段掛けの作戦だったので、そのことを生かしてしっかり中段飛びついて車間開けず自分のいけるところからまくろうと思ってたので、しっかりできてよかったなと思います。はい、こちらには日刊スポーツの栗田記者がいらっしゃいますので、どうぞお話しください。岩谷選手おめでとうございます。ありがとうございます。これからどんな選手になっていきたいとかっていう。そうですね、やっぱり師匠のようにレース展開の大きな、本当大きな小さいスケールじゃなくて大きいスケールのレースがしたいなっていう思ってます。自分が今こういう課題というか足りないところはどんなところですかね。課題はやっぱりその持久力ですかね。スピードは自信があるんですが、どうしても持久力が劣っている部分が多いなと思うんで、持久力が足りないなと思ってます。分かりました。じゃあその辺は練習でこれからですね。はい、練習周り、師匠そして兄弟子、皆さん強い方たくさんいらっしゃいますからね。そうですね、とても強いんで、いい刺激になります。はい、いつかはこの立川で大きなレースぜひ走ってくださいね。そうですね、しっかり G1 等々走れるように頑張りたいなと思います。では応援してくださった全国の皆さんにメッセージをお願いします。3日間応援ありがとうございました。おかげさまで優勝することができました。応援よろしくお願いします。完全優勝岩谷拓磨選手、おめでとうございました。ありがとうございました。